皆さんこんにちは、ワンダイトビルビシです。では今回は、三国志4続きをやっていきたいと思います。早々でのプレイになりますね。で前回はですね、最後呂布が陳留に攻め寄せてきていて、まさに陳留が陥落するその寸前に董卓が洛陽から長安へ遷都してくれたおかげで首の皮1枚つながったというところまでで、ね、プレイをさせていただいたと思います。だがしかし陳留に残された兵わずか300、そんな中でですね、ちょっとどうにかこうにか、続行しようと思って頑張ったんですが、難しくてですね、先祖返りタイムリープさせていただいて、やり直して同じ191年1月上旬に来ています。ただ、やっぱり同じ状況を作り出すのが難しくてですね、長安の遷都が、もう事実上できないことになっているかなというところですね。長安遷都の一つ必須条件に連合も強制力が東卓軍であるってあるんですけど、もうすでに連合が解体してしまっているので、残念ながら、この長安遷都自体を見ることができない言い訳になります。なので古老館は本当にマンパワーで落とさなきゃいけないというところなんですが、これも露見したんですが、古老館硬すぎて落とせないですね、今の兵力では。なのでしっかり防御を固めて古老館を回らずにですね、ちょっと違うところから洛陽を目指そうかなと今思っています。では早速時間を進めていきましょう。お金も兵も、そして兵糧もある程度前回よりは余裕があるので、少しはね幅のあるプレーができるんじゃないかなというふうには思っています。で前回と何を変えたかっていうと、やっぱり一番変えたのがですね、探索をしっかりやることプラス、なんと詫びれば、弓櫓だったり罠だったりっていったものを結構多数お金を使って仕掛けてですね、呂布軍董卓軍をある程度殲滅した状態で陳留まで引き入れるという戦いをやりましたね。で本当に特に重要だったのが今お話した通りになるんですけど、この探索が、序盤ほとんどやってないままずっと来てたんですけど、この探索やるとですね、お金が結構入ってくるんですよ。今となってはこの探索やる意味は実はもうあんまりないので、今はねちょっとこんな感じでやりましたっていうのでお見せしてますけども、当初お金がない時はこの本当に探索による道から金を拾ってくる行為というのがとても重要でしたね。さてでは戦略をお話していきましょう。まずはですね、古老館付近一帯を制圧しておきたいので、この陣を破壊しましょうと。でさらに、洛陽古老館はとはいっても2万以上の兵が敵軍入っているので、これが攻めてきた時に防御できるように、櫓だったり罠だったりといったものを多数配置をしていこうかなというふうに思っています。では時間を進めていきましょう。ちょっとせっかくなんで探索何人かはしましょうか。あとですね、そうだそうだ、この画面でお見せできるかな、ちょうどいないか。例えばこの関外とかですね、一部の、まとめていける、これ便利、知らなかった、よかった。一部の武将を新しく入れています。じゃ誰入れたんだって話なので、せっかくなんでちょっとお見せしましょうか。これ今曹操軍の陣営ですね、関外が新しく入ってます。前回までいなかった武将ですね。あとはこの帝育なんかも入っています。で一方ですね、ちょっと非常に残念なんですけど、花公園が呂布に捕らえられているので、この奪還交渉を行っていきましょう。ああそうか、命令書使い果たしましたね。じゃあ次のターンで奪還交渉をしていきます。何も見つからないことも多いんですけど、お金をなんか300円見つけ、こんな感じですね、見つけましたとかっていきなり言ってくるんで、結構な額がね道端に落っこってるんですよね。さあ弓櫓2つ完成してます。
デイここにいるね今。報告いたします。なのでそしたら新しく制圧占領を進めていきましょう。任せろ。命令で。そうだ命令だ。そうだな、まあ、軍落台、まあ、そういったものよりやっぱり地味に敵にダメージが与えられる櫓をねしっかり組んでいきましょう。で、東卓に捕らえられた、まあ、実際には呂布に捕らえられた花公園を奪還していく。心得ました。まあ、なんとかね無事に奪還して、生きて帰ってきてほしい、まあ、そういう思いしかないんですけど。では向かうとしよう。とにかく今国力差が東卓軍とありすぎるので、その国力差を少しでも埋めておきたい。情けない。さあなんとか悪名高き東卓から、何断られた。そうなんだよね、花公園がなかなかね帰ってこないんですよね。敵の陣を破壊しておきましょう。一つ聞いてください。まあ、お金も兵糧ももうある程度余裕はあるので、ご命令。そしたら先に占領を進めましょう。心得ました。この遠心港を東卓軍から奪って、ここにも、まあ、お金だったり兵力だったりっていったものをね、しっかり確保できる場所として確保していきます。でさらに三層、ここもね、商業レベル東卓軍が上げてくれてますけど、兵舎として立て直しましょう。この辺りはねとにかく東卓軍との国力差、まあ、主に兵力差を縮めていく。医師に関しても商業レベルを上げているんだな敵は。まあ、ただ我々がここを奪い取りましょう。破壊工作とかやっておいてもいいんですけどね、結局当面の敵は東卓軍一択なんで、洛陽の治安を下げておく、まあ、これくらいかな。お金に余裕があるときにしっかりやることをやっておこう。成功だ。で計略特にないので探索を行っていきます。まあ、基本的におそらくやれることって今これぐらいしかないんじゃないかなと思いますので、やれることをしっかりやっていく。誰もお金を見つけてくれなかったな。もうねお金の話をしだすとキリがないんですけど、バンコクのね物価もねあらゆる面で上がってますね。もう年々報告いたします。女の子の額も上がってるし、もちろん食べ物飲み物、買い物するもの何もかも上がっ、もうやっぱり物価がどん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 上がってるなっていう感じがしましたけど、お金がなければ何もできないのはね、ゲーム内でもそして現実社会でも同じなんで。そうか、商業レベル上げてくれてんだな東卓軍が。商業のまま行くというのもありだな。ここまでレベル2まで上げてくれてるからね。であればここは商業レベルをこのまま上げていこう。残り2箇所は確実にこの医師、ここもまだレベル1だからね、商業レベル。この医師とこの酵素、この2つは確実に、やっておきましょう。兵舎として奪還する。呼びましたか。一切承知。特に東卓軍をある程度ね痛めつけた部分はあるので、兵力自体はねある程度削ってあるんですけど、それでももう古老館と洛陽だけで
敵軍は2万5000だからね。そしたら曹操が無駄に遊んでるので曹操一度戻しましょう。ふふふ、たやすいことだ。で三層もできれば取りたいので、まあ、ただ三層取った時の董卓軍の反応だよね。今は静かにしてるのが怒り狂ってバタバタバタっと来る可能性あるからな。ここにちょっとそうなるとそうなるで結構きついからな。ここにここも弓矢倉を設置して、うん、とにかく寝ても覚めても弓矢倉。任せろ。何？クソ敵が出てくるな。まだ櫓が完成して、おお花崗変が自ら脱出してきてくれたな。これはありがたい。報告いたします。花崗変が無事落葉から脱出、ありがたいね。そしたら敵が出てきているので採用。いやカスだな、こいつは完全なる文官なので撃破しておこう。で代わりに陳留から曹操を出陣させておきます。学力の陣5000の兵、これで意志を占領する。全力を尽くせ。まだ曹操といえどね、董卓軍を、まあ、倒すのは愚か、まともにぶつかって勝てる相手ではないいい部分ではあるので、まあ、国力をしっかり貯めつつ、できれば董卓軍がどっか敵とね、違う敵とぶつかってるところに出発いたします。なんとか孤狼艦をねじ上げるか迂回するかっていうのをねちょっと考えていきたいと思ってます。続いてください。ご確認ください。さて、そしたらこの状態で敵を一気に撃破せしめよう。ちょっとずつでもいいからね、確実に敵の兵力を削っておくというのは悪いことではないからな。孤狼艦と落葉を合わせて5000ぐらいの兵になってくれれば、まあ、あるいは戦えるかなという気もするんですけど、孤狼艦と呂布が出てきてるよマジか。一旦兵を引いて、まあ、陳留まで引くのは嫌なので少し兵を引いて敵の動きを見定めましょう。曹操とも合流する必要があるからか。このような加工店が壊滅した。やるな呂布、さすがよ。ただ幸いなことに今曹操が
出ているので、待て、頭痛がする。そうすると用心帯で攻撃しつつ、任せろ。何でしょうか。敵の退路を断ちましょう。さらに呂布だったら混乱、足止め、士気低下、あらゆる策を弄して呂布を討ち取る、もしくは捕虜にせしめる。呂布がいなくなればね、もうだいぶ銅鐸軍の戦力ダウンは確実。ましてや味方にひれることができれば一番の兵を得たも同然ですからね。うまくいった。たやすいことです。なんとか呂布をね、1万の兵で撃破したい。天下無双だ。天下無双マジで強いな。一撃で2700の兵持っていくからね。いや、いかすぎるだろう。五郎冠と洛陽合わせて1万5000の兵。ご確認ください。まだまだまともにぶつかり合える敵ではない。ここも敵の勢いを削ぐ。呂布を足止め、呂布を混乱、士気も低下。この3つがはまれば呂布といえども、まあ、ひとたまりもないというか、まあ、撃破可能なんですね。まあ、実はそのやり直しの時呂布をどうやって撃退したかというと、まさに今のパターン、行ってまいります。まさにこのパターンなんですよ。お喜びください。よし、混乱させたぞ。これなら、あるいは呂布を撃破できる。なんかしょうもないことやってきたな。これちょっと後で、何違う、劉備が滅亡したのか。劉備軍の滅亡か、早かったな。五郎冠から洛陽から援軍が来るとまずいからな。援軍が来る前に呂布を撃破したいですよね。ただいま。かしこまりました。呂布が混乱してるうちに撃破しておきたいんで、まあ、さらにやれることをすべてやる。まあ、でもさっきご覧いただいた通りなんですけど、呂布の天下無双すごかったね。行ってまいります。吉報をお持ちしました。よし、総人を舐めるな。まあ、それとも500だからな。天下無双に比べたらいかに呂布が化け物じみてるかっていうのがね、今のでも分かると思うんですけど、まあ、その呂布をここで仕留める、絶好の好機。本当は呂布をね、味方に引き入れて、吉報をお持ちしました。敵の戦力ダウンだけではなく、味方の戦力アップによる戦力の差をね、効率的に埋めていきたいところなんですけど、参る。まあ、それも可能かな、今なら。上々だ。
よし、呂布を撃破。撃破だけか。捕まえることはできなかったんだな。まあ、致し方なしだな。聞いてください。さあ、そしたら、呼んだか。手っ取り早く、建設を進めて、承知。動きましょう。何でしょうか。戦争は、待て、占領に向かいます。いいだろう。まあ、これでも古老館に攻撃を仕掛けることは不可能な、まだ戦力差だからな。まあ、いかに東卓軍の兵力が、そして古老館が高いハードルなのかというのを思い知らされるね。行ってまいります。報告いたします。さて、そしたら出陣してさらに陳竜の防御力を高めておきましょう。我に続け。東卓軍に対しては真正面から五郎冠を叩くのは難しいので、まあ、迂回して行こうかなと思っているので、まあ、その一つの目標がここの円、ここを攻略して、洛陽を攻めると、まあ、ただその場合でも結局古老館から敵が出撃してくると陳竜ががら気になるので、陳竜には最低限の兵力と防御施設が必要かなというふうには思っています。そのための金はある。ご確認ください。そしたら一度掃除は戻しましょう。で、テイクの方でご命令を。なんかいいところに建設ができればいいね。弓矢倉をここにも建設する。心得ました。三層の占領はちょっと今は難しそうだな。すぐにそれができれば一番良かったんですけどね。そしたら医師の方に、担当官を派遣しましょう。さあ、ここに誰をするか、まあ、統率力の高い武将、まあ、加工へ戻ってきたばっかだけど、ここはしっかり兵舎を建ててもらって兵力の増強に努めましょうか。で、提案はいつものパターンですね。まあ、お金に余裕があるうちはもうこの辺りは選ばずにどかすか入れていっていいと思います。序盤お金がないときはね、結構その何をどうするかっていう優先順位をしっかりつけてやる必要があったんですけど、まあ、ただこれも出発いたします。今難易度普通でやってますけど、難しいとかにするとね、身入りが減ったりするんじゃないかなと思うんで、そこはバランスが今後も必要になりそうですね。希望です。確認ください。どうした。うん、まあ、罠がまだできていない。呼んだか。しっかり罠を最後まで作ってもらおう。今年はあんまりバンコク遊びに行く予定なかったんですけど、
なんかね、悪い癖が出始めてますね、今。非常に悪い癖が出始めている。とりあえず4月上旬とゴールデンウィークに行こうとしてる時点でちょっと危ない感じなんで、ちょっとね、妊活も、おっと、呂布だ。ここで呂布が出てくるか、テイクでは話にならないな。一瞬にしてテイクごときでは呂布に勝ち目はない。最強とは俺のことだ。打ち取られた。テイクが打ち取られた。まさか。マジか。くそ呂布め。テイク、お前の死は無駄にはしない。聞いてください。いやー、ちょっと油断したな。貴重な戦力を失ったね。まあ、どうした。ただここはしっかり敵を迎え撃たなきゃいけない場面なんで、迎え撃ちましょう。いいだろう。なんだ、まあ、ずっとこれを繰り返して終わりそうな気がするな。本当に宗神を出そうかな。加工 M、 いや宗神だな。ちょっとでも武力が高い、そういう武将を出しておいて呂布に備えましょう。腕が鳴る。そして今度こそ呂布を打ち取るためにしっかり裂く。練っておきます。陳龍まで一度呂布を引きつけてもいいかなって感じはするんですけどね。聞いてください。そしたら一度撤退しましょう。で、任せてもらおう。追撃する。わかった。まあ、テイクが死んでしまった以上、その痛すぎる、大きすぎる穴を埋めていかなきゃいけないからね。いくら人材の豊富な曹操陣営とはいえ、トップクラスの能力を誇るテイクがやられたからな。いや、ちょっともう記憶にないけど、なんでテイク出しちゃったかな。もうちょっと戦闘力のね、高い武将を出しておくべきでしたけど、マイルとするか、文官のテイクを出してしまったのが全て、こんなものだ、全ての間違いのもと。なんとか呂布は足止めして仕留めたいよな。ご確認ください。なんとか呂布の足止めに有効な提案をしてほしかったな。読んだか。たやすいこと。どうした。恐るべき呂布の前にテイク死す。完全にタイトルは決まりましたね。では参ります。そうか、テイクが死んだから地方担当官をまた任命してあげなきゃいけないね。守備は上々です。だ、一騎打ちだ。まずい。呂布はこれがあるから怖いな。
まあ曹操が死ぬことはないと思うんですね。さすがに戦闘力の差が手いくほどはないから。何人たりとも我に背くは許さぬ。まあ仕留めることはできなかったものの傷は負わせましたね。厳しい戦いが続くんだな。まあただじりじりと五郎冠と落葉を合わせた戦力っていうのは削ってるからね。今回ゲーム始めた時はまあ約2万5000あったのが今1万2000、まあ、半減させてるんで、まあ、とはいえまだ五郎冠を落とすことはできない。まあ、牧羊とかね、他の戦力が味方してくれれば、あるいは五郎冠を落とせるチャンスはあるかなとも思うんですが、まだまだちょっと先が長そうですね。というわけで、ちょっと今回あまり見せ場はなかったんですが、まあ、こんな感じで、やり直しをしていますので、皆さんの応援よろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。